例えばですね、皆さんが不動産業者に転職したとして、私がマイホームの売却を皆さんに依頼したとします。住宅ローンはまだ返済中だとします。皆さんに依頼したところ、すぐにですね、ジョンという飼い主が見つかったので、早速売買契約をすることになりました。この時にですね、売買契約書の特約にはですね、次のような条文を入れることになります。こちらです。 売り主は飼い主に対し、本物件について所有権等の移転時期までに、その責任と負担において、先取り特権、低特権等の担保権、地上権、賃借権等の要液権、その他名目形式の違反を問わず、飼い主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。 こんな感じのですね、条文を入れます。これ意味わかりますでしょうか要するにですね、これは引き渡しをするまでに定等権を抹消してくださいねっていうことでございます。はい。さて、なぜそんなことを言うんでしょうか物件に定等権がついているということは、要するにですね、私の住宅ローンの担保にですね、その物件が取られているということなんです。